さて11月1日に行われました ARP ファンミーティング秋の出張学園祭スペシャルたくさんの方に来ていただきましてまた配信も、ね、たくさんの方にご覧いただきましてあありりががととううごござざいいままししたたイベントね楽しかったですってメールもたくさんいただいておりますので<ー>ご紹介しましょう、はい、ハンドルネーム、えー、723と数字を書いて夏海さんからいただきましたよ。ありがとう、はい 11月1日に開催されました ARP ファンミーティング秋の主張学園祭スペシャルお疲れ様でした。お疲れ。私は第一第二公演とも配信で参加させていただきました。ファンミーティングということでとても盛りだくさんな内容で終始笑いながら楽しい時間を過ごさせていただきました。 オーディオコメンタリーではアニメの裏話が聞けたり他のパフォーマーの楽曲を紹介するコーナーではそれぞれがカバーソングのようにその曲を歌ってくれたりまたゲームコーナーでは星野さんや ARS さんたちとコミュニケーションをとりながら答えを導き出そうと必死になっている ARP の皆さんがとても可愛くて微笑ましく見させていただきました。 実はもともと現地参加の予定だったものの地方からの参加となることもありすごくすごく悩みましたが今回は現地での参加を見送ることにしましたまだまだ以前と同じようにはいかないことも多く新型コロナに限らずいろいろな事情から会いたくても会いに行けないという状況の人も多いと思いますそのような中で今回のように配信という選択肢を作ってくださったことにとても感謝していますありがとうございました また早く何の心配もなく ARP の皆さんに会いに行けるようになりますように12月のインフィニティライブも楽しみにしていますということですはい、うんあ。ありがとうございますでも楽しんでいただけて良かったですねだからコロナでこういう状況ですけど配信の手配とかそういうのもしていただいていやスタッフの皆様も本当にお疲れ様でしたって言いたいですねうん、うん あとはな夏見みたいにねこう直前に行けなくなったっていう手紙結構あったじゃないう、ね、そうだねまあでもやっぱりね今のご時世だから、まあ、本当ね無理はするなって感じだなそうだな、まあ、配信があったってよかったっていうさメールとか手紙ももらってるから本当ね今の時期に配信でやるってことはやっぱり大事だな、ね、星野さんんはそんな中 会たんたんに会えたんですよね、うん、いやそうだよよるいですだから、ね、みんなも、ね、本当に来れるといいということなんですけどそれもなかなか、ね、大変だったということで、えー、でも、ね、私、ね、本当に楽しく参加させていただきました ARS の皆さんは、ね、いつも本当に、ね、優しくて、えー、いつものように素敵な方たちでございました。 え当日ほら声出せないですからボードでいろんなコメント書いてくださっていたりこうスケッチブックにいろんなコメント書いてくださっていてねこう臨機応変にそれをね出してくださっておりましていや本当にね皆さんで一緒にねこう盛り上げていただいたというところがありまして本当に心が温かくなりました、うんはい、本当にそういうねボードとかうちわとか本当にありがとうございましただから星野さんは現場,現場というか現地にいるから、うんうん、あたくさんの笑い声が聞こえるのかなって思って たりもしちゃうんですけど、うん、でも実際は声が出せないということでそれぞれ皆さんがそういったリアクションとかを取っていただいたりとか、うん、まその日に向けてそういうものを用意してくださってたんだなって思うとまたこういう機会があったらもっと頑張ろうなって、うん、思いますねはい、うん、思いますね、うん、タンタンもいっぱいボードありがとうね見えてたよあと ARS さんとやったゲーム楽しかったですねあ,あのゲームはね <laughs> すごく難しかった <laughs> 本当に油断してたな <laughs> 油断してたんですかいや、結構いけるんじゃないかなって思ってたから <laughs> まさかの結果だったかなイエスノー、はい yes, no、の質問でイエスやったらエアレスさんがペンライトを振ってくれるんですよねそうそのイエスノーって質問した後の会場のペンライトが、うん、あの僕の質問だいたい ピクリとも動かなくてて <laughs> あの孤独感っつうかさシンジの時はなんか失笑が起きてたって聞いたんだけど <laughs> なんかそうみたいだね <laughs> シンジ君の答えは僕もダイヤさんの誕生日にお肉を買いに行った時に「うん、お肉にリボンかけてください」って「ちょっとシンジ君これ言ってくれます? <laughs> <え>」「<laughs> お肉にリボンかけてどんなんでしたっけ? <laughs> あ」 お肉にリボンかけてください。普通にこうやってはいお店の人に言ってる時と同じくらいハテナマークがもう頭の上にもう20個ぐらい出ましたよ。それあれだろうお前どうせてあの試食モード入っちゃったんだろうお前受け受け狙った結果滑っちゃったいないやいや違うよ。ほ本当至って真面目に考えて答えたんです。なんでさ最初の答えが石狩鍋だったんだあれ？アニメでも食ってないしさ俺たち日常的にも 食ってないだろう,そうだよいやでもなんかこうクイズってそういうのに関連してるっていう僕は先入観を持ちたくないから世界中のあらゆる事象あらゆる食べ物そういうものの中からこれじゃないかなとかあとは意外性を取ってみようとかえ難しすぎだろう <laughs> アニメのイベントなのに関連性がないものを出してどうすんだよいやだから、あのー、今,今考えてみるとあれなんだけど例えばじゃあそれは 食べ物ですかイエスとかこれは何かこう冬に食べるものですかイエスとかっていうので、うん、何個かやって絞り込めていくとそのくらいこう普段出してないような言葉とか正解なんじゃないかなっていうような気がしてそれをよし読めたって思って違うんだいの中では本当。えっにえ なんでしんじ君分かったのみたいなのがわーってすごい怒るのを僕<え>期待してたんですよ。そんなこと思ってたんですか<前>石狩鍋で。そ,そしたら本当に失笑っていうのは予想外でした。<laughs> なんかいつも食べるものですかっていう質問にこう微妙なペンライトのリアクションがあったんですよね。僕はいつも食べるものかと思って。シンジ君やったら アニメにも出てたオムライスとか僕思ってたんですけどいきなり「石狩鍋」っていやまあねでもねちょっとお前の気持ちもちょっとレイジ分かるとこあんのよえだってさペンライトに騙されることなかったお前もちょっとそうだったあったんレイジ騙されたのがあってさ微妙っていうよりはね結構ねレイジの質問にペンライトが振られた質問があったのよ粉物かって聞いたんだけど 答えラーメンだったのよーラーメンは粉物じゃないと思う <laughs> まあいいんだけどさもうね、まあ、確かに粉から作るけど粉物とは言わないだろういちょっとやっぱそのカテゴリーじゃない感じちだよねだちょっとイエスなんですかね <laughs> いやいやはっきりノーだろはっきりノーな,な <laughs> ラーメンは粉物じゃないから <laughs> 見方によるよな、うん。でもあのペンライト真剣に見ちゃいますよね。うん、いや見ちゃうな、あれは。石狩鍋って、そういえば僕、うん、まだ食べたことないんですけど。ね<え>。家では出たことないんですけど。出ないよ。<laughs> 石狩鍋でまた戻るの?。<laughs> 戻るよ。すいません。いや、まあ僕もね、そんなにこうお鍋自体をいただくことは少ないんだけど。うん。うん。まあ。実際だから、その食べたこともないけど、でも。だこ、ダイヤ君とレ礼二君がよくお鍋の話をしてるからね。 ネットで調べてたらこうイクラとか入ってるし美味しそうなねこうあ冬といえばみたいな感じで印象に残ってたんだよねイクラ入ってんのマジでだってイクラ熱に弱いじゃん,うんそうだよな鍋に入れたら溶けちゃうじゃん大丈夫かさイクラはイクラで食った方がうまいと思うけどな鍋に入れるなんてもったいないっつうかさ鮭もイクラも高いし石狩鍋まだ俺たちにはやっぱ早えよまあ、とはいえほらでかい鮭を バーベキューで焼いたやつを、ご飯に乗っけてくるのはうまそうだな。うわ。うまそうですね。やります?。まあね。やるか。カノ川県のシェフが作った。鍋だったら。うん、何でも食ってやってもいいぞ。いくらは、鍋に入れる前に、ご飯で食ってから入れる。そうしましょう、うん。うん。なんか、僕もこうなったら。いただかないといけない気がするので。<laughs> この冬はぜひ。石狩鍋。 いいただこうと思ますやっみんなでだぞみんなでじゃあそうしようはいえということでそろそろねもうちょっと泳がせてたけどももう我慢がならない食べ物の話中心になってたから半身の話だからねはい半身の話よそうでしたあの僕も質問がこうネットワーク障害とかでもう向こうに音声伝わってないんかなっていうぐらい反応ない時があってどうしようって思うぐらい 結構難問でしたよね、うんうん、でそのうちでもうしんじはいじけてもう勝手にフレームアウトしちゃうしいや本当にあの恥ずかしくなってきちゃって <laughs> <laughs> こんなにも僕はこのクイズに向いてないのかと <laughs> はいいやいや何何, <laughs> お前何向いてるもんなんかお前少ないんだから何を言ってるの <laughs> <laughs> 何を言ってるのいや,いや逆に何を言ってるのってこっちのセいろだよえっ <laughs> こ,こんなにも僕はこのクイズに向いてなんかまるでお前他のことに向いてるみたいな言い方してるけど。 結構いろいろできると思ってるよ。何ができるんだよお前は。<laughs> え、じゃあそういうレイジ君はどうなのよ。レイジはもう何でもできる。本当に？お前勉強以外何もできないじゃんよ。レイジ君は<え>何もしないよしてるんだよとか言うそうじゃないなんか。当たり前じゃん。じゃあそうじゃんやっぱり。<laughs> いやできる同じじゃ同じじゃないよ僕はできるって思ってるから。<laughs> これどう入っていったらいいんだろうな。<laughs> いやでもねこのねゲームなかなかまあみんな苦手だったところあって。 ちょタイムスケジュールもあったからね、これ本当に終わらないんじゃないかなと思ってね、ねうん、心配に結構なってましたよあれ。うん、うん、そうでもなんか本当にエアレスの皆さんと一緒にゲームできたのは。 すごい楽しかったしやっぱこう一緒にできたっていうのはしかったですねね,、うん、ねえもっと一緒にやりたかったのにすぐ終わっちゃった感じですよ、うん、10万ぐらいやりたかったですねいやそうだななんとなくコツ掴んできてたからな <laughs> いやいやコツ掴んでたダイヤくんいやめっちゃ掴んでたよつけいや完全ルールをね無視して <laughs> 違うそのいっぱい答えてたんだよだってチラッと触れたのが見えたんだよ うん、だから <laughs> それでもは答えていいんだ一 <laughs> 人一回ずつなのに <laughs> そうだようあとなんかねいない人の歌を歌うコーナーもあれめちゃくちゃ受けてましたよああそうなんですねいやあれも結構やるってなると緊張したんですけどすごい楽しかったですねうんみんな歌うって知らんかったからめっちゃびっくりしてるの伝わってきましたよねうん、うん、コメントもすごかったですよねレオンくんのマイディアはい あのレイジ君と二人で歌ってるようにこうアレンジして歌ってるところとかさすがだなって思っちゃったなさすがだなっていうか、まあ、レイジのところをレオンが歌うとまあいろいろ見えちゃうじゃんそのえ実力差みたいなの <laughs> だからねレイジのところ歌うより、まあ、あの方がよかった賢明だったなお前 <laughs> あれ最高やと思うよそうだろう 仕方ねえなお前まあやらせてやってもいいよ<お>じゃあさレオンのターンナップベイビー関西編もさ一緒にやったらいいんじゃねえかそれね <laughs> あれちょっとあのー、関西関,関西編って笑っちゃうからダメですよ、えー、なんでだよいいじゃん、うん、ええー レオン君結構そうなって笑っちゃう方に回っちゃうもんね人っね何 <laughs> かレイジ君の関西弁がちょっと面白すぎていやいやいや <laughs> あの <laughs> 不正確さがねえもうもうおかしいよ今の <laughs>。 <laughs> 今,何今何ていったのもうレオンに影響されてよ関西弁系レジもマスターしちゃったでもそれはねあるあ<れ>レオンに影響されるってなったそう映りやすいんだよな関西弁ででもレイジ君は僕よりコテコテになってんでせやで <laughs> なんか,なんかこコテコテというか,なんか,あてあてか当てがってる感じのうさんくせいなって感じがするけどな,なダイヤさんも映ってるんですかいやたまにどうなんですか どうなんですかっていきなり言われると逆にやりづれいんだけどわかんねえしたまにお前と喋ってる時にんか流れでそういうアクセントになっちゃったる感染力が強えんだよだからんかそうだよねっていうのもなんとなく合ってるかわかんないけどそうだよねとかいう言い方それ違いますいや礼二さんがやってますそれもだからそれ多分いや多分レオン君そういう時ってほら せやなとかって言うじゃない。せやなってせ,、まあ、せやなはちょっと違うの。言いません。あ言わないの？あこれは僕も間違えてる。そうだね。言わないですよ。そうだねっていうのじゃあだなんていうのそう、ね？そうやね。あそうやね。そっか。まあ確かに、お前はそう言ってる気がするな。うん。えセやねっていう人います？あわかんない。だからこういうのだから勝手にイメージ持っちゃってるから。せやオ、ね。実際違うのかなとか。マッチとか。 まっちゃんとか言うだろお前。ああ、確かに。あ、でも、関西って言っても、本当に細かく分かれてる。これ、何の話?。うん。なんだっけ?。星野さん、止めてください。なんで泳がせてんの?。歌、歌ってみるだ。ったそうだった、歌ってみたの、コーナーみたいので。そう。あ、そうだ、ほ、星なきもね。よかったよ。なんで、取ってつけたように言うんだよ。いや、もう切り替えようと思って、僕が今ね、あの。なんか、こう。抜け出せなくなってきちゃったから。ちょっと。星なきに戻したいなと思って。 あれ結構好きでしたあれコミ目線だね微妙なコミントだね結構結構好きでしたなんだお前それいやだって二人が歌うっていうギャップがあったからさやっぱいいなっていうでもでもあれダイヤさんが「朝迎えちゃってるんじゃねえの?」とか言ってるやつですよねいやあれはいいんだよもうそうでもすごい楽しかったそれはとかなうんまあだからライブとかだとできない部分 なんかイベントとかでああいうふうにやるっていうのがなんかこうだからこそできた部分もあるんだけど、うん、まあそういうのをねやってこう皆さんとも皆さんが楽しんで姿っていうのをなんかまたあって見れたらいいなって思うのでそういうイベントを楽しみにしています。はいそうですね 11月1日に行った ARP ファンミーティング秋の出張学園祭スペシャル池袋ヒューマックスシネマズさんに、ね、来ていただいた皆様そして、ね、配信で参加してくれた皆様、えー、一緒のね素敵な時間を過ごせて本当に嬉しかったわけでございます。ごご来場、そしして配信ライブの参加ありがとうございました。 そして12月もイベント盛りだくさんですね。そう。12月13日はインフィニティライブフェイス2020。VR でも楽しめるライブっつうね。ほんと新しいライブに参加させてもらえるってことで、俺らみんな楽しみにしてるから。うん、あと12月24日からはお台場のジョイポリスで ARP とジョイポリスのコラボイベントが始まるし、この番組がね、オンエアされる頃には詳細決まってると思うから、ホームページをぜひチェックしてください。はい。今年の冬休みも ARP 三昧ができそうです。